Today we are gonna talk about students' dream and our future jobs. Yeah. So I'm gonna show you the first case from my client. So first one is very simple. Yeah, and my client, he is what age? Oh, 22. Finished military service, and then but he doesn't go to college, and now he thinks about going to college or university, and his dream is being a physics professor. Okay, so and we've talked a lot of things, and me and my students shared those things, and then he's an answer and my answer. Okay, let's take this class in Japanese. And こんにちは、キャプテンジャンであります。今日は、さっき話したこと、おい、また日本語でやそのお客さんから相談が来たんですけれども、その生徒さん、その学生さんが、22歳で、軍は、兵役は終えたんですけれども、まだ大学には行ってないです。それで、その前の、軍に入る前にも成績はあまり良くなかったみたいで、勉強もしたくないということですが、とりあえず、物理学科の教授になりたいという話でした。これに対して、その僕の生徒である、そのセランちゃんの、その意見を聞いてみます。セランちゃん、こんにちは。こんにちは。そのセランちゃんのご意見を聞きたいと思うんですけど、どう思いますか？さっき先生は、カレッジとか、総合大学に行きたい状態だと言いましたけど、もし、教授になりたい人だったら、カレッジじゃなくて総合大学に行くべきじゃないですか。そうですよね、はい。それで今は大学 の、 その入学ですよね。その留学じゃなく入学のための、入試を、いや、日本語で簡単に言うと入試ですよ。留学試験とはあまり言わないですよね、この時代。その入試を準備しているっていうことです。それはやはり勉強したくない。あと、大学のその前のその入試の点数も、その等級ですよね。入れておいたんですけど、567の状態です。勉強したくない人はどうして教授になりたいのか。私は理解できませんけど一生勉強するべきじゃないですか。そうですよね。教授になったら、私の弟も今勉強してるんですけど、今学校辞めたいってもう言いました最近。その理由は、初めては自分の何かかっこいいとか思って、成績も良かったし、いい大学に入ったんですけど、周りには自分より勉強上手な人も多いし、そうですよね、あんまり自分は勉強好きじゃないんですけど、しなければならないし、そうですよね、状態なんですよ。それで今悩んでるんです。それで、私の弟は高校の時は本当勉強頑張ってきて、一番成績も良かった子ですよ。でもそれで自分は、私の考えでは自分が多分、勉強好きだったと勘違いだと思います。勉強以外にはあんまり、なんていうか、経験もなかったし、それでも自分が
できるのはできることは自分のできることは勉強しかないって、まあ、ずっとそう思ったみたいですよ、うん、先生のお客様もそういう状態だと思います。そうですよね、はい、それで、うん、私は多分できれば今の弟にも、うん、勉強ちょっと休んで、うん、他の経験をするのがどうって、まあ、ずっとおすすめしたんですけど、そうですよね、あんまり勇気がなくて、うん、弟は失敗したんですけど、あ、うん、お客さんの場合は、うん、勉強好きじゃないとしたら他の経験も、また旅行もいいし、ちょっと引きこもりって自分がそう言ったんじゃないですか、自分のことを。そうですよね、だからなんか自分の部屋だけじゃなくて外に出て人も出会って、人も会って、あ、こういう人もいるんだとか、他の人はこういう考え方を持ってるなと、なんか体験するのが一番大事だと思います。なんか、ちょっと失礼ですけど、うん、勉強した経験もないと思いますよ。あーですよね、あ、勉強した経験自体ないんだ、はい、あ、確かに何にもないから、うん、だから自分に何か合うのかを探すのが一番大事だと思います。まあ、率直なその相談が一番大事だと思います、はい。まあ、本人にはちょっと辛いかもしれないんですけど、はい、まあ、結局それいじめるためのもんじゃないんですからね。弟の場合、ほとんどの韓国 の、 あの学生さんたちは勉強をずっとやってきたから、それを休むっていうか、うん、それが一番辛いことじゃないですか、うん、だから勇気を出せない、出さないといけないんですけど、この方は、まあ、勉強のなんか経験とか あまり今捨てることもないと思いますよ。だから、十分できると思います。私も今までなんか12年、大学まで16年勉強したことが惜しいと思って、ちょっと先生とずっと勉強したんですけど、あの大学院辞めることも悩んでたんじゃないですか。うん、そうですよね。今まで勉強したことを捨てるのがちょっと怖かったんで、あ、まあ、でもこの方なら大丈夫だと思います。あ、うん、まあ、今辞めてもまあ 何も損することないじゃないですか。逆に自分にお得だと思います、うんうん、こういうのはあるんですよね。やっぱりその早く辞めたらやってみなかったことで後悔、うん、ちょっとやってたら今までやったのをなんか辞めちゃうの、辞めちゃってまた後悔、うん、どっちでも後悔になるのは、うん、まあとにかくとりあえずどちらかの選択をした方がいいと思いますね。うん、いや先生もそうだったんですよ。先生も言われてみてたら、そのこういうふうになんかその相談役がいました、うん、僕にも、うん、それが妹でした。妹の方がね、あ、妹は、まあ、いつも僕に言ったんですけど、大学入った後でね、うん、まあ、多分妹もすごく失望したと思いますよ、うん。ああ、なぜかというと、まあ、僕がまあ3年生の頃、妹が1年生だったので、まあ、その前はそのお兄ちゃんであるその僕がどうその法学を勉強してるのか見たことないじゃないですか。でも一緒に生活しながら全然あまりまあ勉強しないこと、また勉強しててもうわ、まあ辛そうな顔してるのを毎日見ながら、妹はある日僕にこう言いました。兄ちゃんまだ気づいてないのか、お前は勉強あまり好きじゃないんだよお前は。自分は自分が勉強好きだと思ってるんだけど、思ってるみたいなんだけど、お前はちっとも勉強好きじゃないんだよ、早くやめろよ。私も最近弟を見ながらそう思ったんです。あんまり勉強好きじゃないんですよ。やっぱり自分がやっぱりやめるのが早くできなかったこと、また自分自身、あ、よくできなかったこと、失敗したことは認められなかったのが
もっとそれが大きな失敗につながることになったと思いますね。やっぱりそれで先生が勉強したのは結局人生勉強としては、辞めるのは早く辞めた方がいいということと、まず自分の過ちと失敗は認めた方がいい、それが早ければ早いほどいいということです。この方は物理学と数学の勉強がしたいと言ったんですけど、うん、私の専門が数学じゃないですか。そうですよね。私もなんかかっこいいの学問を勉強したいと思って数学部に入ったんですよ、うん、それで初めて勉強した時何にも理解できなくて、うん、フォーム全体をなんか頭に入れて、うん、試験を受けたんです、うん、でもそれはなんか1年生の時はできるかもしれないけど、うん、2年生3年生まで、まあ、ずっと勉強そういう風に勉強したら、うん、なんか、お金を、ま、なんか街に捨ててるみたいな感じなんで。あ、そうですよね。それは一番ちょっと私にとっては後悔することなんですよ。あ、うん、まあ、かっこいい、まあ、専門持ちたいと思って書いたんですけど、今まで頭に残ってるのは全然ないですよ。あ、高校時代の数学も覚えてないし、うん、あ、確かに、はい、うん、物理と数学が一番かっこいいと思う理由は、うん、難しいからですよ。なるほど。確かに一番難しいからそう思うんですよ。あ、それ確かに、あやっぱりありえることですよね。そんな簡単なその心理を知らないと、はい、なんで一番難しい道を選ぶと思うのか理解できません、うん、あ、確かに勉強好きじゃない人が。あ、先生も、まあ、もう一度機会があってたらあったらもう次の人生には、まあ、その、まあ、なんか、まあ、語学、あ、関係の、まあ、専門とか、はい、それが、まあ、それもあまり勉強、まあ、したくなかったら、まあ、なんというか、あ、家庭学科女性いっぱいのところで勉強してみたいですよね、はい、うん、もう勉強の目的じゃないと思うんですけど。それで自分自身はその法学部に入って、まあ、勉強してるとき、まあ、まあ、なんか認められなかったんですけど、あ、妹はそのなんでしょう、そのソウル大学、この英語の実習のとき、好返事したと言いました。そのアメリカから来た教授さんが、その家族は誰がいるか、お兄さんがいますと返事して、お兄さんは何してる、法学部の学生です。それで、お兄さんはその法学好きですか、いえ、全然好きじゃないです。うん、ラダス教授さんが、本当に残念ですね。そういうふうに英語で話したって。本当に3年だと思います。うん、まあ、それでまたなんか、あ、そのおまけでその教授さんがこう言いましたと覚えてます。韓国ではそういう学生がほとんどなので、まあ、本当に残念だと思います。まあ、ある統計によると 90% 以上が、まあ、僕のようなケースだというその、まあ、説文もありました。もし、まあ、絶対物理教授にならないといけないと思ったら、うん、なんか図書館みたいなところで物理の専門書をちょっと読んでみるのがいいと思いますよ。そうですよね、うん、大学に入ったらあまり高校時代の先生たちみたいにいちいち教えてくれないから。あ、
自分で勉強できるのかないか、うん、確認した方がいいと思います。確かに確かに確かにそうです、はい、ではこの相談はこれにこれで、まあ、まとめます。